マルガレーテシュタイフはドイツの人形メーカーの創業者及びその名を冠した会社。主力製品はテディベアで職人による手作りで作られるため完全に同一のものは存在しない。製品にはボタンとタグが埋め込まれているのが特徴。アンティーク市場ではボタン及びタグの有無で価値が変わる。年月日シュタイフ家の女として 現在のバーデンビュルテンベルク州銀原に生まれる。1歳半の時に小児麻痺となり手足に障害が残る。しかし努力とリハビリにより二人の姉の要塞の仕事を手伝うようになり、ミシンによる機械化の恩恵もあり、障害のある手先でも要塞の仕事ができるようになる。25歳で独立、障害を乗り越えて、 腕のいい服職人となった彼女に注目したドイツのフェルトメーカー、ハンス・ヘイレン社が、フェルトによるペチコートの製作を依頼、ドレスや子供服、日用雑貨などの通信販売を始め、30歳で服職工房、フェルト、メールオーダーカンパニーを立ち上げ、女性経営者となる。1880年、マルガレーテは、名やお家のクリスマスプレゼントのために、フェルトで、 小さな像のぬいぐるみを作る。それが街で評判となり、やがて1885年には、ヨーロッパで5000体以上の注文を抱える事業となり、ぬいぐるみ製造販売会社、フェルト、トイカンパニーを新たに創業。オイリヒャルトと手足を、ジョイント式にして自由に動かせる熊のぬいぐるみを、製作、ライプツヒの国際見本紙に出品するが、反応は悪く、売り込みは失敗する。 しかし、アメリカ人バイヤーの目に留まり3000体の注文を獲得、その後改良を重ね、表情を現在のものに統一、さらに手触りの良いも平野とすることで大ヒット。時の大統領、セオドアル・ウズベルトの愛称にちなんでテディベアと呼ばれるようになる。1904年、セントルイス・バンコク博覧会でグランプリ受賞。1906年、社名を 現在の、マルガレーテシュタイフに変更。1909年5月9日、肺炎により61歳で死去。AB 世界最初のぬいぐるみシュタイフ社創業の年、シュタイフ日本公式サイト、2018年5月3日、閲覧。AB イソ96ページ。AB イソ18から19ページ。イソ76から84ページ。ソ 89から91ページ。いそ94から96ページ。いそ100から105ページ。いそ116から120ページ。いそ122から126ページ。AB いそ128ページ。いそ134ページ。いそ136から138ページ。主体不公式サイト。ファッシネーションスティーフトレードマーク。 ボタンインイヤータグ。2015年2月16日閲覧。ありがとうございます。